ロボット魂の方がおそらく劇中には近いんだと思います優秀なアイテムだっていうことを証明してますね多分こいつを置けばより臨場感が出るんじゃないでしょうかねはいどうもゆうこきの問い箱でございます今回紹介するのはこちらですロボット魂サイドエヴァのエヴァンゲリオン初号機新劇場版でございますお察しの通り新エヴァを見てね ちゃわなない他ないでしょっっていいう感じで買っちゃいましたしたかもねなんか安いんですよねなので結構手に取りやすいものだったなと思いますなんか珍しいタイプの箱ですね窓がついてるロボット魂はそこまでね買っては来なかったんですけどちょっと久々にどれぐらい進化してるのかっていうのをね見ていこうかなと思いますそれでは開けていきましょうまあちなみに僕エヴァは結構 リアルタイムぐらいで見てたので6個上の姉がいるのでその姉と一緒に小学校低学年とか上がる前とかに見ていた記憶がありますねちょうど初号機がシトをね食べるシーンがね記憶に残ってましてねそこからなんかもうこのアニメやべえだろうっていう感じでハマっていった記憶があります当時のねフィギュアとかもね小学生ながら買っていましたからね プラモのエヴァはねよく買っていたんですけど完成品のエヴァを買うのは本当にリアルモデルシリーズ以いだと思うのでめちゃくちゃ楽しみにしておりますはいということで取り出しました初号機ですいやいいねめちゃくちゃいいじゃん完成品のエヴァンゲリオンって本当何年ぶりだよって感じですけどもなんだろう劇中のエヴァ初号機にとても近いのかな 意外と肩周りが小さくて肩のアーマーも小ぶりだなって思いながらも手は細長いなって感じがします。アンガールズ体型といったらそれまでですけども結構新鮮な感じがしますねこのスタイルの「エヴァンゲリオン」は。 はい、意外と立体化が難しそうな初号機のお顔でございますなかなかこの辺のバランスもいいんじゃないでしょうかね全体的に塗装も細かいですし質感も良好でございます目と顎の部分がちょっとメタリック感ある塗装をされているのが結構かっこいいですね角はああ硬質っすねこれ壊れたら怖いねただなんか予備パーツっぽいのが入っていたので一応1回までは 破損が許されますいやしたくないですけどね後頭部は特にないんですねなんか物によっちゃ「01」って書いてあるやつもありますけどねほ、はいほいほ、はいやっぱねエヴァはね正面というよりは僕横から見た顔が好きなんですけどねで口はあ開きますね結構しっかり大きく開いて中の歯とかもちゃんと赤く塗られております下とかはないですね プラモのリアルグレードのとか下とかまでね、造形されててすごいですよね。で、胸とかはこんな感じ。ガンメタの色がとっても綺麗でございます。赤いポツポツもね、ちゃんと塗られております。やっぱね、全体的に胸というか肩幅は小さい感じがするね。背中はこんな感じ。アンビリカブル、アンビリカブルケーブルの穴もちゃんと開いております。ところどころにあるガンメタの色がほんと綺麗でかっこいいですね。 さすがにね、エントリープラグのギミックとかはなかったですね。完成品フィギュアなので、まあ残念ではありますけども、プラマとかだとよく再現されていて、僕地味にあのギミック好きだったりするのでね、まあその辺は仕方ないでしょう。個人的に進撃の初号機で一番の変更点であるこのお腹の緑色ね、この辺もちゃんと再現されております。本当に細いですね。テレビ版とかもね、僕ね、欲しいんですけどね、今んとこ、こき屋さんの コラムとかで出てるんですけどそれもねそのうち買って塗装しようかなと思っておりますはい、腕はこんな感じで本当に長いっすね本当に長くて細いスタイルを再現しておりますとてもエヴらしいと思いつつもどちらかというとシト化した3号機っぽい感じもありますね はい、特徴的な長方形の形をしたこの肩アーマーねこちらももちろん再現されております腕のここら辺には特にマーキングとかはなしです多分この肘より下の部分が長いから腕も全体的に長く見える気がしておりますで足もこんな感じ足は特になんかすごいアレンジされてるっていう感じはない気がしておりますいかにもロボットらしい形をしておりますね裏面はこんな感じ まあ特に足も問題はなさそうです膝のアーマーの再現に関しても良好です足の甲のこのパーツももちろん再現されております足裏はどうかな足裏もちゃんと塗られておりますねこの辺好印象っすねちょっと何と比較していいか迷ったんですけどもいつもレビューしているアーツの仮面ライダーとマーベル系のフィギュア並べた方がいいなと思って この2人持ってきました身長としてはやっぱりエヴァが細長ですね角を抜きにしても一番エヴァが大きいですねスタイルが全然違うので比べるのもあまり意味ないかなって思いつつこの人たちが並び立つこともないと思うのでまあエヴァはエヴァで独自の刀身を再現しているのかなと思っておりますそんでもう一つ比較対象として、えー、こちらリアルグレードのエヴァンゲリオン初号機となっております いや全然違いますね。あの比べてみないとわからないこの違いですけども、まあ、どちらかというとロボット魂の方がおそらく劇中には近いんだと思います。リアルグレードはよりロボットらしくでいろいろパーツが大型化したり特に肩とかですかね辺りが変わっているのでとてもケレン味の効いたようなアレンジがされているんですよね。なのでどっちがいいとかってわけではないですけども劇中準拠ならロボット魂で。 ロボットのプラモとして楽しみたいんだったらリアルグレードかなって思います。まあ、こうやって近くで見ると、この肩周りが全然違うのはよく分かると思います。リアルグレードの方がね、全体的に真っブさがありますよね。ちなみにこのリアルグレード、本当にパチ組みでゲート処理すらまともにやってないので、あんまり細かく見ないようにお願いします。 はいということでザザッと見ていったんですけども、えー、肩が小さい胸のこのアーマーがね小さいところに違和感を感じるっていう人はもしかしたらいるかもしれないですねただね意外とこういう横から見たアングルの方がかっこよかったりしますねあんまり正面というよりは初号機はね顔もそうですけど横からのアングルの方がかなりね決まっててねかっこよく見えるのでそっちの方がいいかなって僕は思います じゃあ次、可動範囲見ていきましょう。まずは首の回転です。これは1回転しますね。首の前後も、ああ、すごい。下側はめっちゃ動かすことができます。肩可動もかなり優秀です。回転も問題なしと。肘関節もよく曲げることができます。腰の前後も広くて、腰回転はね、ちょっとアーマーが干渉気味なので、なんか思いっきりやると、 壊れちゃいそうな感じがしますね。前後の開脚はかなり優秀です。左右の開脚もめっちゃ優秀ですね。はい、可動範囲見て分かった通り、とても可動域は優秀なので、この劇中のね、クラウチングスタートのポーズがね、なんなく決めることができます。すごいね、綺麗にホーム決まりますね。めっちゃかっこいいな。 これで飾ることはないけどもこれが綺麗に決まるフィギュアっていうのはまあ、それだけで優秀なアイテムだっていうことを証明してますねはい次付属品見ていきましょうまずは手首パーツです手首パーツは本体についている開き手含めて全部で6組ありますでこちら手刀の手首パーツですシンプルな握り手首パーツです 大きく開いた開きたパーツですこちらは武器とかを持つための持ち手首パーツですそしてこちらが AT フィールド引き裂く時の手首パーツですね親指がねちょっと大きめにアレンジされておりますこちらは肩に収納されているプログレッシブルナイフでございます刃先のところがとても綺麗な塗装ですねでこちらプログレッシブルナイフを取り出す時のシーンを再現するための肩アーマーでございますこれは取り返し式っていうのはなかなか意外ですね で、つけてみるとこんな感じになります肩アーマーはこの後ろ側でボールジョイント接続しておりますでこちらがパレットライフルでございますシンプルな色使いですけども後ろの方のえオレンジっぽい黄色のカラーも塗られておりますそしてこちらがアンビリカブルケーブルでございます先端とかはね結構この辺も塗装が綺麗に塗られておりますねでワイヤーとかがこのように結構長いんですよ 結構長いんですよね。で、反対側がこんな感じと。ここの部分を魂ステージとかの台座の穴のところに差し込むことができるようになっております。実際に背中に差してみるとこんな感じですね。結構しっかりはまってくれます。そしてこちらが AT フィールドでございます。結構しっかりしてて硬めなんですよね。ペットシートなのかなで 裏表特になんか色が薄いとかそういうのもないですねちゃんとここに穴が開いておりましてここにエヴァの手首を通す形となっておりますでこれを使うための台座もついております、まあ、非常に見えにくくて申し訳ないんですけどもこれが台座ですねなんか亀の甲羅みたいな形をしてるんですよまあ単純ななんか丸型台座というよりはこういう形をしてあった方がとても飾り映えもするので嬉しいでしょうちょっと組み立てていきますね こんな感じになります。意外とそこまで高さはないですけども、初号機と並べるとこんな感じなので、ちょうどいい感じでしょうね。そしてこちらが破損した時のための予備の角パーツでございます。で、こちらが別売りの魂ステージアクトヒューマノイドに対応しているパーツとなっておりまして、こちら股関節につけて使うことができます。こんな感じで、ここの股関節部分に取り付けますと、こんな感じですね。 はい、ポージング見ていくんですけどもいやめちゃくちゃかっこいいねすごいなんだろうなプラモとは違ってなんかパーツのポロリとかもないのですごく遊びやすい感じがあります難点としてはね手首パーツがめちゃくちゃ硬いですね <laughs> 手首パーツ自体はね軟質に近いんですけども結構穴が小さめなのか外す時に力が要りますねそこだけ気になるけどもそれ以外はかなり良好って感じです まあ誰もがやるであろうこの疾走ポーズももちろん再現することができますこの手刀の手首パーツがねとても再現度を上げてくれますね劇中だとほんとめちゃくちゃ速くて多分あれ音速超えてたっぽいんですよね街吹っ飛ばしながら走ってましたからねいやめっちゃ印象に残ってますよプログレッシブルナイフを取り出そうとするポージングやってみました決めることはよくできるんですけどもねこれの肩のパーツ取って でもなんか外れやすいすいでねなんかポロポロ落ちちゃうので走行がねちょっと気になるかなっていう印象ですいや結構ダイナミックなポージング決めることできるねこのナイフを持って飛びかかるようなポーズとかも全然決めることができますめっちゃかっこいいなはい買ってればよかったなパレットライフルをこのように両手で構えることも難なくできましたねエヴァでは結構このポージングとかもとても印象的だった記憶があります 2号機とかがね、結構パレットライフルなんか2個使って攻撃するみたいなシーンもね、なんかあった気がするんで、そういった意味でもかなり重火器を使うエヴァっていうのも印象的でしたね。まあ初号機はね、すぐ暴走していた感じもするんですけどね。アンビリカブルケーブルを台座につけてみるとこんな感じですね。えー、結構ね、しっかりはまってくれます。そりゃそうですけどね。まあある意味、これが。 なんだろう台座のアーム代わりみたいな感じにすることもできるのかなって思っておりますいやどうやらね初回特典だとこの台座にあのネルフのマークとかがついたねやつついてきたらしいですねなんかもったいないことしましたねそして口を開いて初号機暴走というねいやいいねいや小学生ながらねこの口が開いてね初号機が暴走するシーンがねとっても記憶に残っておりましてやっぱねロボットが暴走するっていうのも なんか当時とてもね刺激的だった印象がありますで口を開くっていうのも分かりやすいですしこれは叫ぶんですよねなんか気持ち悪い声であれがすごいよねあれあの声どうやら林原めぐみさんの声を加工したものらしいですけどねあんなん分かんないですよもう初号機って暴走形態になるともう破壊衝動のままに動くみたいな感じになりますよねもうロボットとは思えない動きしちゃいますからねいやかっこいいねいやまあロボットではないんですけどね でそのポージングの再現のためにこのロボット魂もそれだけの可動域が用意されているっていうのはねとても優秀だと思いますめっちゃかっこいいよねまあ細かい部分に違いはありますけどもテレビ版でゼルエルを捕食している時のあの四つん這いのシーンっすよねあれがねすごいトラウマでめちゃくちゃ記憶に残ってるんですよ 恐ろしく怖いですからね進撃の刃とかはねすごく脚色されてかっこいい感じになってますけどねテレビ版は全然違うのでね是非見てほしいですねそしてねやっぱりエヴァンゲリオンには使徒が必要だろうということでこいつ持ってきましたこれ知ってる人いますかねこれテレビがやってた頃に、ね、発売してたリアルモデルシリーズっていうものにラインナップされてた使徒のフィギュアですねこれをね数年前ぐらいにリサイクルショップで見つけて即買って まだ撮ってあるんですよ一度しか開けていないのでちょっとねせっかくの機会なので対決させていきましょう。 さすがにねロボット魂のエヴァとこのサキエル身長がね違いすぎるので並べてなんか対決っていうのは難しいですけどもなんか大雑把ってこのように飛びかかる感じやればそれなりに見れるかなって思います多分ねロボット魂のこの初号機っていろんなプラモとか他の完成品のエヴァと比べるとちょっと小さめだと思うのでもしこのサキエル 遊ぶとしたらもしかしたらプラモとかがちょうどいいサイズになるのかなと思っておりますそして AT フィールドを突き破ろうとする初号機やってみましたなんかすごいシュールな感じになりましたねあんまりこのなんかアングルというか全体的にテレビとか映画でも見ることがないのい大体この辺しか映さないのでなんかすごいシュールだなって思いましたね裏側からとか映すとでもああでもこの辺から見るとちょっと臨場感出ますね 多分こいつを置けばより臨場感が出るんじゃないでしょうかね。 まあ棒立ちサキエルですけどもとてもねあのシンジ君の初戦のあのバトルのシーンをね再現できてると思いますめっちゃ楽しいっすねもちろんね初号機だけでも楽しめるんですけどもこうやってね使徒があることによってより楽しいなって思います、まあ、あんまりロボット魂とかで出ることはないと思うのでなんかソフビとかも発売されていた気がするのでそういった感じでなんかスケール近いものを集めていくのもいいかなと思います サキエルくん目線で見てみるとこんな感じですね恐ろしいですねああちなみにこのリアルモデルのサキエルくんそのうちレビューすると思うので、えー、少々お待ちいただければと思いますはいということでロボット魂サイドエヴァエヴァンゲリオン初号機新劇場版のレビューでしたいかがだったでしょうかえー、だいぶね 発売されてから経っておりますけどもめちゃくちゃボ用アイテムじゃないですかすごい動くし造形かっこいいし付属品もねそれなりに初号機のバトルシーンとかを再現できる並みのものは入っているのでとても楽しめると思いますしかもね今安いっていうのがとても大きいですよね手首の交換だけがねちょっとね硬すぎるっていうのが難点でした 稼働とかのクリアランスもね、ちょうど良くてね、緩いとか硬すぎるっていうところもなくてね、本当にね、遊びやすいアイテムだなって思います。とにかく角の挟みだけは気をつければ、めちゃくちゃかっこいいエヴァフィギュアだと思っておりますえ。他にもね、このロボット魂シリーズ、今のところリニューアルされたやつだと、0号機と8号機のなんだっけ、臨時、臨時戦闘形態みたいなやつと、あと2号機と新2号機。 が発売を控えてるんですよね個人的にはね3号機もねリニューアルしてほしいし普通の携帯の8号機とかも欲しいんですけどねいつになるんですかねバンダイさんって感じですということでこの動画良かったと思ったらいいねとチャンネル登録をしてくれると今後の励みになりますのでよろしくお願いいたしますそれではゆとぴでしたありがとうございます